川崎重工業、神戸工場に停泊している海上自衛隊潜水艦雲龍から、軽油の流出が発生したとの情報をキャッチしました。今回は、この雲龍潜水艦軽油流出を詳しく見ていきますね。やはり、ディーゼルエンジンには、軽油流出は、発生する危険性高いです。今後ディーゼルエンジンは、消滅するのかそれとも、生き残るのか、気になるところです。水素エンジンが、本格的に実用化されていますし、水素エンジンと次世代バッテリーの組み合わせで、原子力潜水艦超えですね。これは、海底の化け物を生み出すかも。2022年11月12日、整備、点検のために、製造元である兵庫県神戸市川崎重工業社の神戸工場に停泊を行っていた海上自衛隊の潜水艦、雲龍は、搭載している燃料の軽油を海上に流出させ、海上保安庁への通報を行った。同海域を管轄しているのは、海上保安庁の神戸保安本部にあたるが、通報を受けて、現地の確認を行ったところ、雲龍の周囲には、事前に、こうした事態に備えたオイルフェンス等の対策が施されていたという。このため、雲龍から海上に流出したとされる軽油は、およそ10リットルから20リットルほどの極微量であったことも、不幸中の幸いとなり、周囲の海への拡散や、他の船舶の海上航行にも、影響は及ぼさなかった模様だ。雲龍の乗組員が海上保安庁への通報を行った際に、その発生原因として、同艦の燃料タンクから軽油を陸上に移す作業を行っていたところ、誤ってその一部を海に流出させたものと伝えたとされている。もともとが整備、点検の目的で停泊中だった雲龍だけに、そこで実施される内容に応じた防御策が事前に講じられていたため、大きな海洋への汚染事故や、付随するトラブルにはつながらなかったと見てよいだろう。また、流出したとみられる軽油の量も、前述のように、最大でも20リットルほどと少なかったことが、功を奏し、あらかじめ設置されていたオイルフェンスと吸着用のマット等で、拡散を防ぎ得たことも、大事に至らなかった要因だと思われる。実際の詳細な軽油流出の原因や経緯については、今後の海上保安庁の神戸保安本部や海上自衛隊の正式な発表を待つ以外にはないと思われるが、被害自体が現時点ではほとんどなく、さほど世間的に注目させられている感じも見受けられない。雲龍といえば、海上自衛隊の中で、2022年現在、12隻が、就役中の双流型潜水艦の2番艦であり、親潮型9隻、太平洋型1隻とともに、防衛計画の大綱で定められた潜水艦22隻体制中核を担う潜水艦である。そう、流型は、1番艦にして、ネームシップの双流から、10番艦の双流までの10隻が、機関部には、ディーゼル機関と鉛製蓄電池とモーター、これに加えて、スターリング機関までを備え、非待機依存推進を実現している。長い海上自衛隊の潜水艦の歴史の中でも、これら、雲龍を含む、そう、流型の最初の10隻は、こうした特異な機関機構を備えているが、11番艦の、欧龍以後は、蓄電池の技術革新によって、その構成は改められている。そう、流型11番艦の欧龍と12番艦の東龍は、従来の鉛製の蓄電池をリチウムイオン製に改めたことで、飛躍的に水中での連続航行時間や距離を高めており、スターリング機関を廃止することに成功した。この新たなディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターの組み合わせによる機関構成は
海上自衛隊の最新鋭の対艇型にも受け継がれており、今後、しばらくは、標準的な仕様として用いられると予想されている。これら対艇型を含めて、それらの潜水艦に搭載されるリチウムイオン蓄電池を開発しているのは、日本の GS 湯浅社であるが、発火し、安い点が難点と言われたそれを、軍事兵器である潜水艦で、実用に即す水準を獲得させたことの功績は大きい。さて、リチウムイオン蓄電池の成功によって、日本の潜水艦の主要な機関構成からは、外れた艦もある。そう、竜型の前期の10隻ではあるが、数の上では、海上自衛隊の22隻の潜水艦隊の中で、未だ中核を担う主戦力であることは、変わってはいない。今回の、雲竜も含めて、このディーゼル機関と鉛製蓄電池とモーター、スターリング機関というハイブリッドな構成は、日本の潜水艦としては、最初で最後の非対機依存推進を実現したものとして、記録に残されるだろう。大きさに比して発生させられる力は弱かったと言われるスターリング機関ではあるが、当時としては、少しでも水中での活動時間や距離を伸ばすべく選択された方式であり、そこで得られた技術的な蓄積は今後に活かせると思われる。さて、雲竜を含む前期型の双竜型だが、基準排水量は2900トン、水中排水量は4200トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.3 メートル、喫水は 8.5 メートルという艦体を持っている。通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最大クラスの大きさであり、その後の後期型の2隻や最新鋭の対艇型も、これに若干プラスした程度の大きさで、外観を含む大まかな仕様も、ほぼ同等だと見さしてよいだろう。今回の雲竜の軽油流出に関しては、幸いなことに重大な事故には至らず、このまま終了すると思われるが、そう、竜型潜水艦の事故といえば、2021年2月に、一番艦の双竜が起こした貨物船との接触事故も、記憶に新しい。この時、双竜は、高知県の足摺岬の沖合の海域にて、海外の民間の貨物船に対し、潜航状態から、十分な確認を行わないまま、浮上行動を行ったため、貨物船の底部に、時間の環境等を衝突させる事故を起こしてしまった。双竜の事故においては、同艦が搭載しているシステムは、貨物船が至近距離に存在することを示していたものの、ソーナーによる探知では、その事実が把握できなかったため、システムの誤りと誤認したことが、事故原因とされた。ここでは、結果として、双竜の乗組員による、人為的な加護が、貨物船への接触という事故を招いたことが明らかとなったが、潜水艦とは、いえ、と、どうしても人間が行う行為が残されているだけに、100% の事故防止の困難さを改めて突きつけられた。しかし、こうした接触事故の、根本的な原因は解明されたにしても、双竜は接触した衝撃で搭載していた通信機能を喪失してしまい、艦から陸上の司令部に対する連絡が即座に行えなかったことの方が問題に思えた。結局、この時、双竜は乗組員の私物の携帯電話を使用して、その電波が入る海域に移動するまで、事故発生を司令部に報告することができず、こうした事態に備えた危機管理上の対策が施されていないことが注視された。これを機に、海上自衛隊の潜水艦には、すべて衛星を介して、通信が可能な無線機が備え付けられることになったが、それまで、
そうした対策が講じられていなかったのは、ひとえに、海上自衛隊の予算が非常に限られていたことが原因であった。今回の雲龍の軽油流出事故も、いかなる理由で燃料を陸上に移す必要があったのかは、現時点では定かではないが、今回の件を機に、さらなる安全な運用を行う方向に、仕組みそのものが改善されることを願ってやまない。雲龍自体は、今から12年前の2010年3月に、海上自衛隊の第1潜水隊群第5潜水隊に収益を果たした艦艇であり、この部隊は、広島県の号を母港としており、海上自衛隊のすべての潜水艦は、神奈川県の横須賀都に2分されて配備されている。近年の海上自衛隊では、毎年1隻ずつの潜水艦を新たに収益させる状態を繰り返しているが、今回の雲龍を建造した川崎重工業者と三菱重工業者の2社が、交互にそれを行う体制を築いており、技術継承が続けられている。昨今は、海上自衛隊の潜水艦の兵装にも、従来の 533mm 魚雷発射6門以外に、VLS、垂直発射艦を搭載して、12式地対艦誘導の能力向上型やアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルの運用も視野に入れていると見されている。